シンガーランサー音響さんと田村です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。やーちゃん、はい、この赤と赤の対決、斉藤匠選手、前回はですね、この波長風月からこの栃木プロレス01武者修行を参戦中、そしてそして赤コーナー坂野選手、まあ残念ながらですね、展開地ジュニアトーナメントは敗戦負けをしてしまいましたが、今正々堂々とガッツリダッシュ、
レオ選手が飛ぶだけではないこのグラウンドテクニックそしてこの攻めのテクニックを持っているいつかになります。そうな表情してますね。その先輩になります長谷千草あのクレイジーヤツ復活の40周年記念コンサート先週土曜日なんと横浜武道館が超満員2600人超満員船止めになっておりました。Okay.
やったー